Olá pessoal, aqui é o Elton, sou da Brother TV。皆さんこんにちは、ウェルトンです。今回ですね、ブラジル料理をリポートしますので、今回来たのは渋谷です。よかったら行ってみましょう。はい、こちらです。皆さん見てください。トゥカノスブラジリアンシュハスコ。美味しそうでしょう。これピカンや。美味しいんだよね。よかったら皆さん一緒に行きましょう。ね。この地下にありますので、ぜひ見てみましょう。では皆さん、早速こちらになりますけど行ってみましょうか。美味しい肉を味わいたいんですけど、今頃川何やってるんだろうな。多分筋トレかニュース見てるか寝てるかどっちかだと思うんですけど、まあね、そんなの置いといて行きましょうか。じゃあこちらになります。何これちゃったー。何してんのそこでお前。いやダメダメ。いや映して。いやダメでしょ。一緒に映してよ。ダメでしょ。ね、一緒に来ちゃったんですよ。やだよ。こんなかね美女の体にお前の顔なんてやだよ。で会いたかったでしょ。いや全然会いたくない。ずっと会いたかったでしょ。今日僕一人だから。いや。ね、今日ぐらいいいのにね、別に。ダメでしょ。一緒に食べようよ、しらす。いや。なんで？いやだって俺が買ったんだもん。いやそうだけど、でもやっぱり2人で食べた方が美味しいじゃん。いやそれはね、カメラマンさん、僕にも食べさせてくださいよ。ね。ダメですよね。いいですよね。ダメですよね、カメラマンさん。ほら。いいじゃん。何でもするから本当。何でもやらっしゃい。カメラさんいいですよね。お、これはまさか。いい俺がやるからさ。いやまさかこれはカメラで映してってことですか？そうなのかな？ありなんですかこんなの。いやもう全然できるかな。じゃあいやでもやだよ絶対なんだよ。いややります。やります。でこれ映せばもしかしたら食べれるかもしれないでしょ。いや絶対食べさせへんよ。本当？なんで？じゃあこれはいいけど頑張りますよ。でもいやそれは頑張らなくてもいいんだけど、映っちゃダメね。俺らが今日やるから逆にこのサイドビューみたいな感じでだったらいいよ。見せるのはね。いいよ。分かった。じゃあウェルとお肉を映す。そう。俺美味しく食べてるとこだけを。頑張る。オッケー。じゃあ条件付き。じゃあ皆さん行ってみましょう。映っちゃダメだよこれね。僕も映してー。いやダメでしょ。はい、じゃあ皆さんこちらになりますのでぜひ一緒に行きましょう。じゃあ何しよっかな。今日は一人前だけですから。いやー、ね、食べたいよ俺も。ここは独占でしょう。いやゲームの勝ちとしての俺のご褒美っすよ。なるほどね。俺ら何にすんの？ね、俺はじゃあこのシュラスココース行こうかな。シュラスココース。はい。なるほど。うわー美味しそう。でしょ。いやだれ垂らしていいよ。全然。シュラスココースで飲み物どうしようか。じゃあ飲み物はじゃあカイピリーニャで。いやちょっと待ってよね。カイピリーニャダメでしょ。今仕事中だからね。カメラ回ってますから。ここ。はい。ダメ。いやなんでこれ突っ込まなくちゃいけない。なんで。もうカイピリーニャ違う。いいでしょう。ね、今日はもうお酒は。後日にして分かったね。ソフトドリンクにしよう。分かった。じゃあ酒が飲めないんだったらばじゃあマテ茶にするよ。マテ茶いいね。いいでしょうね。だって今日お肉食べるんだったらもうマテ茶完璧にね。もうペアですからコンビ。確かにお肉といったらマテ茶。そうだね。そしたらいっぱい食べれるしね。そうまああとはね本当飲むサラダって言われてるからね。ね、じゃあそれにするわね。じゃあマテ茶とそのこちらの先のシュラスココースでいきます。いいねマテ茶。すいません。あれ聞こえなかったかな。Por favor。Opa。Beleza, certo. Já decidi sim. Vou querer esse churrasco course. Beleza? Uma bebida? Sim, bebida vou querer chamate. Só para uma pessoa. 一人だけだよ。いや俺も食べたいよ。一人前だけだよ。あ、ポケポ。うるさい。はい、ダメよ。なんで俺の分頼んでくれないんだよ。いやゲームはゲームだよ。いやちゃんとカメラマン頑張ってんのに。勝った。飛んじゃったのは飛んじゃった。でしょ。さあ来ました。マテ茶です。皆さんこれがマテ茶ですよ。ね、可愛いねこれ。ライム付きだし。飲みたくなってきちゃったじゃん。いいでしょうか。マテ茶。ね。これ飲みなさいよ。いただきます。ググッといっちゃって。いいね、なんかさっぱりしてる、やっぱ。美味しい。美味しい、美味しい。いいな。夏ね、これ絶対もう定番だよ。そうだよね。冷たく飲んで、そう、お肉にもぴったしだから。ね。いいね。あ、お、来た。おお、クッピンだよ。ああ、食べて。超うまそう。ね、こうやって、ね、うん、うわー、うまそうだな、本当に。おっと、落ちた。そう、これから。マイズペダス。やっぱすごい、わかります、これ。こんぐらい柔らかくて、ね、すぐ落ちちゃうんですよ。ね、普通のね、硬い肉とかだったら全然できないけど、これだったらこういう風にね、ボロボロってなるんで。いや、でもすごい美味しそう。いいね、最高。ね。バレーイ、ブリガード。じゃあ早速。がっつりと。がっつりと。いっちゃってください。じゃあいます。いただきます。いやー、ね、美味しそう。食べたいよ。いただきます。がっつりと。なんでそんなハッピーなんだよ、本当に。ね。何も言えない、美味しくて。ちゃんと感想言ってよ。た、もいとぼん。日本語で。めちゃくちゃ美味しい。ねえ、だろうね。なんで俺これ食べさせてくれないの。いや、カメラマンですから。いや。ちょっとね。ね、お肉食べたら。マテ茶ですね。マテ茶、ちょっと、じゃなくて、ギャグだね。クッピンっていうと、日本でいうと、どこのお肉になるのかな。カウアのここら辺。でもわかんないわ。そんな説明じゃわからないよ。昆布です。昆布肉です。そう。昆布肉ね。そう。だからカウアのここら辺。なるほどね。わかりやすいでしょ。そんな昆布出てないわ。そんな昆布出てないわ。そうか。ちなみにこれもビナグレージュとかですね。結構野菜とそのビナガーを使ってるやつなんですけども、これもやっぱ一緒につけて食べると美味しいんですよ。玉ねぎとかピーマン、人参ですね。これもつけて食べると美味しいんだよね。こういう形で。ああ、美味しそう。でしょ。これはもともとこれはビネガーで作られてるよね。ビネガーだね。そうだね。そうだよね。結構さっぱりしてるから、なんかその油のしつこさじゃないけど、それをまあね、切るじゃないけど、そう。取ってくれるってことだよね。ね。でもね、本当にブラジルですごい人気ある部分なので、皆さんぜひクッピンが来た時にはもう取ってください。Daí já para de, a carne já para de vir. Ok, então. Daí tem o abacaxi também. Quando você quiser abacaxi assado. Ah, certo. Daí você põe ele e a gente traz o abacaxi. Ok, obrigado. 皆さん今説明しますとですね、こちらの緑の、プレートになっていると肉が、来ますので、ね、食べたい時にはもっとこちらを刺したらば結構来ます。で、もうちょっといっぱいだなとか休憩したい時にはこれをこういうふうにのノーね。ノーにするとちょっと一回休憩みたいな形でなりますんで、でその休憩する間によかったらパイナップルとか食べたい時にはこういうふうに刺しておけば、こういうふうにね、店員さんがこれを見てね、それでパイナップルが来るよっていうことみたいです。楽しみだね。来た。いいね、パイナップルですよ。はい、うわ、美味しそう。まずペダスここ、もう一つお願いします。おお、豪快だ。いいね。美味しそうだね。うまそう。嬉しそうだな、本当に。羨ましいわ。ね、ちょい休憩の時にはいいじゃんね、こういう風に。ね、お肉の食べ過ぎた合間に。ですね、結構酸化じゃない、消化にも手伝ってくれるからね。では、いただきます。いただきます。美味しそうに食べんね、本当に。羨ましいわ。すんごい甘くて美味しいんだよね。やばい。そうだ。僕こうやって食べるのも好きなんですけども、シナモンここにあるんで。これよかったらこれをちょっとちょいっとこうかけて食べると美味しいもんね。だから悪いねまた全然うまいね。また違う味も食べれるっていうのがねすごいよねうまい、本当にうまいこれ。いやーずるいよほんと。なんかね、なんかこれがまさにね勝利の味とするわね、罰ゲームだもん本当に。本当に勝利の味だよ、ね、食べたくても食べれないっていうのがすんごいもうね悲しくなっちゃうね。では皆さん、いよいよお待ちかねのブラジル代表セレソンのピカンヤが来ますよ。おー、来たピカンヤ。もう頼むよ俺は。やめるよ、ピカンヤを食べさせてよ。だって今日カメラマンで来たんでしょ、突然に。しかもカメラマンだけどちゃんとさ、ずっと今ね撮ってたんだもんね。食べさせてくれてもいいじゃん。まあ本当にきちんと撮れてる俺のこと。いやもう本当にすごいね、いいねもう本当に場面しか撮れてないから。じゃあ一つだけ条件来たよこれこの条件何でも条件つけたがるから本当。じゃあせっかく今回ねこのブラジルのことで盛り上がってるってことなんで、ネタを一つお願い。来たよ、暴露してもらいたいな。この無理やりな感じのいいでしょう。本当にウェルらしいわ。やってくれる？もちろんだよ、だって何でもやってくれる。ピカネのためだったらやってくれる。よっしゃ、やります。じゃあやるね、分かった。よっしゃ、じゃあネタはね、これ日本のギャグで、みんなが知ってるカズダンスからの八木さんのネタをっていうと、カズダンスっていうとサッカーのカズさんのダンスをして、そうカズダンスやってからの八木さんって、サバンナ八木さんの、もしかしてそう、俺が前回やったやつを僕がやればピカンヤ食べるってことだね。そう、それをみんなに見せてくれよ。分かったよ、しょうがないね。いいかな。いいよ。音楽はかかんないの？全くだよ。それがいいじゃん。いや、じゃあサンバダンスいきますか。カズの俺はマテ茶飲んでるから、そのままいきます。いいですか皆さん、見ててください。いきます。からのブラジルの人聞こえますか？うおー、いいね。お、なにこれなにカズからのビスマルクみたいな。やってやったぜ。うおー、懐かしいそれ。今の分かった？最後。いや、俺分かったよね。これ多分ね、皆さん分かります？ビスマルクやばいね。だってベルディからのね、鹿島にもいたしね。そう、にいたサッカー選手のちょっと真似で今最後決めちゃったんですけど。うわ、なんていうアドリブ。これだったらもう食べて OK でしょ。今のアドリブで文句ないね。OK、じゃあおー、出たよ。きたー。うわー、うまそう。超やばいね。きたね、このピカンヤ。皆さん、俺の顔とほとんど変わんないですよ。いや、そんなちっちゃくないからか。いや、ウェル早くいいから早く食べさせてよ。もうね、お腹空いてるんだから。分かった、確かにお前は。いやー、もう美味しそう。お、あ、そうだ、こっちか。トングだよ、トング。うわー、きたー。すごい。しっかりね、これ見せてあげないと。みんなに見せてあげて。俺はもう赤身のお肉。赤身こっちで。うわー、うまそう。ジューシーだよね。皮にもあげて。ダブダブもパステルタメ焼きお願いします。Finalmente vou conseguir comer a picanha。ね。demorei。E aí, Baiano? Tudo bom? Beleza. Manda ver. Garoto. ね。めっちゃうまいよ。じゃあ俺もいっちゃい。皆さんいただきます。やっぱうまい。来た。オウンゴールじゃないか。いやちゃんとゴール決めてね。本当に。いやでも本当ね、このピカンヤ。ね。多分皆さんすぐね、多分見てすごい美味しそうっていうのがわかるんですけど、実際食べてみるともう全然違うんですよ。もう言葉にならないんですよ。ね。本当にすごく美味しいんで。うん。で、お肉を食べたら、そうだね、そのままそうだね、マテ茶飲んでね。マテ茶本当にお肉に合うから、これをウェルも。いいね。そしたら結構さっぱりする。やっぱ口の中はね、お口直しになるんで、お肉食べたら待てちゃーね。ピカニャってね、結構ね、なかなか取れないからね、すごいね、なんつうの、まあレアな肉で。でも本当ね、ブラジルのシュラスコも最高だし、ピカニャも最高だしね、本当今日来てよかったわね。楽しかった。ね、またこうやってお肉食べる機会がどんどん増えればね、いいね。